のパンツは何色？あ、今日ラミーからもらったやつ履いたんだ。そうだ、ラミーからもらったやつ履いてみた。なんかでもチクチクすんだけど、このパンツラミーからもらった白いパンツ履いてんだけど、なんか短い、なんか丈が短いね。いつもおへそ上かおへそ下くらいまであるパンツ履いてるのにさ、なんかもうなんだろう、もうほぼ出てないっていうくらいなんか短いんだけど、これこういう仕様なんかな。うん、なんかこのなんだろう、なんか刺繍みたいな、なんかスケスケなんだけど、これとりあえずなんかめちゃめちゃスケスケなんだけど、このなんかスケスケのなんかこう刺繍たちがめちゃめちゃチクチク刺さってくる。へい、あ、寒いのそれ原因じゃないって。あ、確かにいつもよりパンツが短いから、もしかして今日はねね寒いのかな。へい、やばい、パンツ風邪だ。へい、ちょ、ケートパンツ。いや、そうだよ、次世代インフル、やっぱ次世代美少女インフルエンザにねランクインされたからにはね、毎日履いてるパンツも公開して、あの下着からおしゃれをねしていくっていう。そうそうそう、やべえ、パンツ風邪ひいちゃったかもしれない。あなたはどこから？ねねはパンツからあなたの風邪はどこから？ねねはパンツから。あなたの風邪に狙いを決めて、竹長パンツピンポーン。緊急会議だわ、この後お風呂に入る前に全裸になって緊急会議が行われるわ。新しいパンツと向き合う方法についての